あ、すみません、じゃあ先生がよろしくお願いします。どうすか、そういえば。あ、全然大丈夫、いつでも。なんかこうふわっと止まって構わないですよ。わかりました。じゃあ、ふわっと20分も別にあくまで目安なんでちょっとオーバーしてもどっちもないです、全然。わかりました。見てると、ちょっとカウンターで感じて、明らかにフレームと一緒に、それでは皆様、このようにご紹介していただきましたので、共同審査会前ですね、先ほど朝、国家の賞をいただきました、ゆかさんによる、PR の方を開催したいと思います。それでは、ゆかさん、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、夕日の夕に夏と書いてゆかと言います。湘南からやってきました。今日は短い時間ですけど、よかったらぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ありがとうございます。朝もですね、開会式で国歌斉唱をさせていただいたんですけれども、今日は本当にすごくいいお天気で、私こういうレースを見るのはちょっと初めてなんですけれども、レース日和だしライブ日和だしで、ちょっとね、暖かすぎて皆さん眠く、お弁当食べた後とかね、ちょっとうとうとしちゃうかもしれないんですけれども、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。ですね、湘南生まれ湘南育ちのシンガーソングライターということで、地元湘南のイベントだったりね、こう江ノ島とかサザンビーチとか、そこら辺のイベントだったり、都内のライブハウスでもライブをさせていただいているんですけれども、皆さんはこの辺の人なんですか？違うの？でもこの辺ってでもね、お家目立たないもんね。きっと皆さん結構遠くから来られてるから、都内に住んでる人、都内の人？あ、本当。あ、むっちゃ都内。渋谷区はむっちゃ都内だね。そっか、そうなんですね。じゃあみんなもはるばる来たっていうことなんですね。私も本当はね、始発で今日来る予定だったんですけど、こう始発だとちょっと湘南田舎すぎて間に合わないっていうことで、前乗りさせていただいてね、昨日この五井駅の、ホテルに泊まらせていただいたんですけども、じゃあそんな経験をさせていただくのも初めてで、もちろん国歌斉唱も初めてでですね、レース見させていただくのも初めてで、今日はとても楽しんでいるので、この後決勝があるということなのでですね、普段私のライブは結構こうミドルテンポだったりバラードだったりという曲が多いんですけども、今日はちょっとアップテンポの曲を多めに持ってきたので、次の曲聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、ワンダーランド。信じられるものすらなく
という曲を聴いていただきました。ありがとうございます。暑いですね、みんな日向暑くない？大丈夫？今日一緒に来てくれているサポートメンバーの紹介をしたいと思うので、皆さん拍手の準備をお願いします。ギター、荒井真奈美。どうもご苦労様です。真奈たんって呼んでるんですけど、ギターの真奈たんとはですね、割といつも一緒にライブをさせていただいてましてですね、昨日もまあちょっと着くの、ちょっと予定があって遅かったんです。昨日も一緒に前乗りをして、今日も6時10分にホテルを出て、出番が今っていうねとっても今日待ち時間の長いマナタンなんですけど、そのマナタンにもう一回拍手をお願いします。そう、さっきもね、一緒に外とかでレース見てたりしたんですけど、こう今日あったかいじゃないですか。でね、そう、おじさんって言ってんのかな、これ多分ね、係の方なんですけど、すごい親切な方がいてね、こう私たちこういうレース見るの初めてだから、こうルールがいまいち分かんなくて、ね、あれは、あの旗はどういう意味なんだろう、なんなんだろう、あれはみたいなね、話をしてたね、そう親切な方がね、来てくれて、説明をね、いろいろしてくれたんですよ、教えてくれて、名前聞いとけばよかったね。そうで、なので、公式練習の時だけね、公式練習の時は、そういうことなんだと思ってこうレースを見させていただいてたんですけど、さっきのね、予選とかになってね、その方がいなくなっちゃったというか、2人でまた見てたんで、これまたちょっと よく分かんなくなっちゃったんだよね。なので、決勝の時ね、ぜひさっきの方いましたら、私たちのね、隣に来ていただいて、こうまたちょっと説明をしていただけたらなとか思うんですけれども、はい、この後の表彰式でもこう私ちょっと出させていただくので、まだちょっとまたお休みなんですけれども、出させていただくので、そんな時もぜひぜひ皆さん温かい目で見守っていただければなと思います。よろしくお願いします。みんなこの辺のいる子たち若いよね。若いよね。本当ですか？大丈夫ですか？本当ですか？私より若かったぞ。今の若い子はこうどういう音楽を聴くのかなとか、すごく興味があってですね。何アニソン？アニソンか、ちょっと対応してなかった。私はですね、こう割と普段のライブではカバー曲とかもやったりするんですけど、そういう時はですね、自分の趣味なんですけど、こう安全地帯とか、スターダストレビューとか、まあ、サザンオールスター、地元が湘南なんでサザンオールスターズとか、そういう曲が好きで、よくライブでカバーさせていただいてるんですけど、こう今日みんな若い子たちの頑張りをこう見ててですね、なんかちょっと刺激をもらったというかね、私たちもまだまだ若いから頑張らないとねっていうことでね、ちょっと思ったりもしたんですけれども、そんなこんなで、次の曲はですね、私のそんな地元湘南の、海に沈む夕日を思い浮かべて作った曲を聴いて、今日のライブを終わりにしたいと思うんですけど、ちなみに皆さん湘南の海来たことある人？本当ちょっと今その辺あれでしょ、なんかちょっと上げとこうかなみたいな感じだったでしょ。湘南の本当に海のすごく近くに住んでいてですね、昨日もちょっと夕方海を見に行ったんですけど、夕日を見に海に行ったりとかもしたんですけども、ちょっとこの遠く離れた千葉でも、千葉も海あるけど、こう遠く離れた千葉にもですね、こう湘南の風をちょっと吹かせたいなと思って、最後はこの曲を用意してきましたので、皆さん聴いてください。ツイッターとかブログとかやっていますので、ぜひ夕日の夕に夏で検索していただけると嬉しいので、
こう今の若い子たちは SNS がね、こうもうスッてやっちゃうから、ね、ぜひあのフォローとかしていただければなと思いますので、まあ、こう若い子たちじゃなだけではなく、スタッフの皆さんもぜひ、夕日の夜に夏で検索していただければなと思います。よろしくお願いします。それでは、短い時間でしたけれども、最後の曲聴いていただきたいと思います。皆さん本当に今日はありがとうございました。この後も頑張ってください。ありがとうございます。それでは聴いてください。赤の色
賞ヒントは直接メインブリッドに集合をお願いします。また、2回と決勝ブリッドの上位6名はヘルメットを外した状態で